はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、ミニヒトです。ドラゴンクエストライバルズ、少し前にね竜王が、無限増殖する出したと思いますが、今回はオルゴ・デミーラさんでございます。はい、オルゴ・デミーラさん第1から第4形態までありまして、はい、プラス4コストということで、竜王は7コストなんで7ターン目まで耐えないといけない。だからアグロ系のデッキにめちゃくそ弱いって弱いんですけども、オルゴ・デミーラさんは4コスト、そして、第2第3第4も全てが、4コストということで、なかなかこっちの方が使い勝手がいいっちゃいいかなと。はい、今回はオルゴ・デミーラさんを増殖していきたいと思います。で、前回の竜王とデッキが変わったなんですけども、やっぱりパワースナイプにしました。必殺技なんで転生スキルを全部使ってしまうから回復ができないんですよね。だから回復ができないから、だったらまあ回復したいので、パワースナイプで1コスト分の動きとして使おうかなと。はい、アローショットだったっけ、アローショット、ちょっと名前ね、たか忘れましたけど、あれはもう使えません。でやっぱり、天使の眼差しは確定で持ってこれるので2枚入っております。その他はまあこれといって変わってないと思います。回復だったりザラキだったり、日泳の、グランドクロスだったりといった感じになっております。ということで今回はオルゴ・デミーラを増殖最新版していきたいと思います。レッツゴー。俺の出番だ、早く終わらせて美女たちと戯れたいね。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さて敵さんはジェシカ、ま、アグロのイメージがでかいんですけど、今ワンタンキルがあるんだっけ、 OTK があったようななかったような気がしますが、キーカード、まあ、これだけでいいか。いやー来ないな。最初からね、オルゴ・デミーラさんが来てくれてもいいんですよ。それか1コストのサーチカード来てくれてもよかったんですが、今回はなしと言ったところ、来い来ない。精霊の意味6ターン目の動きがまあまあ安定したかなと。ただまあキーカードを引けないことには変わりがないので、オルゴ・デミーラさんもしくはそれをサーチするあのカードを来てくれませんか。敵さんは勇者8、俺のターンだ。エイトってなんだ、テンションスキルを使うたび、来たこれ見せてやるよ。し、4ターン目はオルゴ・デミーラをしていきたいところ。これでオルゴ・デミーラが手に入ったから、もうほぼほぼ負けない、いや負けない、いやごめん、負けないっていうのはそうです、ごめんなさい。今の環境のジェシカがどういう感じかわからないので、ただまあ英雄カードが出てきた時点でちょっと怖いところではあります。グレンの炎で焼き尽くされちゃう。何カードを持ってきたんだ。1枚引くか。1枚引いたということは、癒しの風が来ますね。こうですね、こいつを食らえからの、回復しましょう。癒しの波動でもってテンションスキルためつつ、もう癒し応援はもう一回使っちゃいましょう。応援って言っちゃってるけど、この癒しの風、私のターンね。OKOK で敵さん次4ターン目にどでかいフォロワーが出てこなければいいなと思ったところなんですが、味方ヒーローがいる場合波動を手札に加える、境界があるなら3ダメージといったやつですか、ね、俺のターンだ。じゃあオルゴ・デミーラさん行きましょう。はい、このオルゴ・デミーラが死ななければ次ザオラルを使って、増殖始まりますよ。ただまあメラゾーマとか、なんじゃお前、レオパルド、身長の杖ってあれだよな、記憶にあるぜ、私それ記憶にございますが、身長の杖ってどういう効果なんだろう。自分から当たりたくない気もするけど、まあ当たっとこうか。あ、やばい、これ使うの忘れてた。バカした。身長の杖ってどういう効果ですか。味方
リーダー攻撃内、自分が特技を使うたび3人のシャドウを出す。出しときましょう。これでテンションスキルも上げて、まだ回復しなくていい。でそろそろザウラル使っとかないとあれですね。いや、まあ、死なないとは思いますけど、死なないとは思うけど、これは特技カードにはならないし、まず装備しないことには始まらない。あ、取ってきますね。これはさすがに2回ダメージはきついと見たか。定期さんの手札が枯渇しません。あれでも一応先行です。ごめん、エイトの2つ目のスキル何？スキルブーストを持つカード使用した際テンションプラス1。なんだお前は。バードファイター なんだお前はってしまいました。おや、取れる。ヒャドか。ヒャド持ってたな。お嬢際の悪いやつめ。これで倒して、かつオルゴ・デミーラを召喚からのザオラルですね。あ、ザオラルは違う。ザオラルあれだ、勘違いしてた。ザオラルは勝手に生き返らせるんだ。ザオラル、お、第二形態が出ました。あ、これ回復しとけばよかった。これあれだ、天使の守りが必要なんだ。あー、やばい、大丈夫かなこれ。これなんだ、自分が時を使うランダムな敵味方に1ダメージ。あー、テンポかな、これはテンポー、テンポッポーポッポーテンポッポー、すいません。テンポテンポウィッテンポウィッチっていうテンポでしかか。テンションするたんびに1ダメージがポン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 飛び込んでるな。メラミー、あら、さよなら。上げるたんびに上がっていくのか。で1ダメージでしょ。でメラミあたりで取られるかなと思いましたが、取られないんですね。さあ行こうか。ホーリーライトでいいかな。ホーリーライト、からの回復といこう。あ、攻撃してからの方が良かったか。殴ってテンションスキルを使って、いいよ、癒しの波動、癒しの波動からのこれだな。次ザオリクいけますね。オルゴデミーラ第4形態は体力が9あるので、ちょ、まあ置きたいっちゃ置きたいんですけど、これなんだっけ。エイトさんは出すな特技を使うたびにですね。あ、強いね、これ耐久値が減らないんだ。あー、なるほどね。なるほどね。これどうしましょうかね。2回攻撃できるっていうのいいんですけど、取れるかな、この体力5取れますか。メラミー、残念ながらこれは特技カードには入らない。何か特技カードを持っていればメラミー。これさ、あのオルゴデミーラ2体召喚でいいんじゃない。これ精霊の矢を使った後にオルゴデミーラ2体でいいと思うんだ。なるほどね。飲んだわよ。あ、もしかして結局そういうタイプか。もしかしてやっぱりあのスライムの人たちなのか。これは俺のターンだ。あ、だったらこれは、あー、一体でも通る。これって攻撃の対し効果の対象にならないなので、オルゴデミーラ
に、天使の守り。つえ第三形態のオルゴデミーラ、つえあー、どうしようかな、これ。これでいいや。第四形態も出しちゃいましょう。ちょっと天使の守りできてないので、まあ、次最悪ザオリクからの天使の守りってなりそうですが、これ勝ったろ。これあれでしょ、あの、ダークスライム、ダークスライムキングみたいなやつも入ってるでしょ、これ。スライム呼びが入ってるってことは多分そういうやつだよ。手札が枯渇しねえな。すげえな。スキルブースト、あー、テンションプラス1。紅の炎で焼き尽くしてあげる。ゲボー、おのれ、よくもやってくれたな。とはなりますが、敵さんの手札が怖いね。毎回毎回シャドウ出すのはきっついってきっついんですけど、プラス精霊の矢が効果になってくれないんですよ。あの、選択できないんで。いや、きっついっちゃきっついけど、フォロワーが並びます。シャドウ1枚手札に加える。使ってこない、使ってきませんか。であるならば、まあ、精霊の矢で取りましょう。こいつを食らえ、こいつを食らえからの、二王立ち。あ、違う、天使の守りを、天使の守りをこいつに使う。天使の守りからの、ザオリク。もし仁王立ちの人が、あ、仁王立ちの人復活しないと思うけど。お、いいね。で、テンション上げましょう。オッケー。これであとは敵さんの心を折るだけと言いたいところですが、特技カードがめちゃんこ入ってるタイプだと思うんで、プラスシャドウ1枚手札に加えられたでしょ。氷塊を出すって、あのカードが来ていなければまだワンチャンあるんじゃないかな。氷塊を出された後のシャドウはもうちょっと結構めんどくさいんで、ゼロコストで3ダメージ。この対戦の間自分のターン開始時、こう、あのテンションが3と。初めて見たね。けどこれはもうヒーローカードの英雄扱いになっちゃうから問題ないっちゃ問題ないね。うん、嫌な言い方するぞ。味方がいる全てのマスの地形を。なるほど、1ダメージ。あー、これのせいで取られるのか。やるな、ゲホー。おのれ、よくもやってくれたなーってなるんですけどね、こっちは。いや、第4形態が2体いるよ。そろそろ決めないとね。そろそろ決めないとね。で、そうですなー、ちょっと。ああ、なるほど。まだここで特技使える？それはないか、さすがに。どうするかな。ザオラル。そうですね、これはザラキを使ってもいいっちゃいいんですけど、これで取りましょう。2体を取りつつ、ベホイミですね。ベホイミ。あ、天使の、あ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 、変化させられない限りはもう無限に出てくぜ。いいのかこれで。面白いからいいとしましょうか。まあ、仁王立ちね。仁王立ちつけて、これはもう、これ装備でいこう。分かってきな。メラゾーマ、メラガイア入ってたとしても、即死とかはない。あ、でもよくよく考えると、マイターンっていうのは結構きつい。怖いです、ちょっとこれ。これランダム2だから、あー、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。ヒャドとかそこら辺が入ってもまためんどくさい。なるほど、
またイオとかとやられるときついっちゃきついか。イオ、あーイオやるな。ポーンただいまはい、もう一丁ただいまダメージ。持ってるとしたらヒャド、メラは1コストだからメラも撃てるっちゃ撃てる。グレンの火球で、なるほど。え、敵さんウォール張ってて結構怖いっちゃ怖いんですけど、まあザラキでさよならしてもらって。ザラキ、次は絶対に負けないからね。そうですね、こうでしょ。あー、お前が生き返るかい、お前が生き返るかい。でこれ一発殴って、これって武器なんだっけ。まあ、テンション上げましょう。回復する。まあこれでいいかなと。まあ、こっちはザラキもう1枚ありますし、今出たのが第3形態なんで、まあ取られちゃうよね。第3形態が出ちゃったせいで取られるっちゃ取られるんですけど、まあ問題ない問題ない。グレの下級で取られますが、これは特技扱いにはなりませんと。で、おのれよくもやってくれたな。第4形態たくさんだねやーべえな。お互い手札は、まあ、私の方が若干枯渇気味ですけど、魔法カードがあと2枚はあるな。ベビーパンサーでテンション上げつつ、どうします、スライム系、スライム呼び、まあできるとは思いますけど、スライム呼びしてからのあれでももうほぼほぼあれなんですよね。できることなら相手の心を折りたいのですが、ベホマがまだ2枚あるはずなので、手札が枯渇しそうになったらっていうことを考えると、あー攻撃封じた。めんどくさいですね。パワーさ最高かな。こいつをくれ。でオルゴデビルはイオはもうないでしょ。で回復しましょう。癒しの波動、癒しの波動からのテンションアップ、癒しの風はまだ使わない。手札が枯渇してきたのでちょっと怖いんですよね。毎回グレの火球打たれるのきっついけど、少しずつこっちは削ってってるんでね。さあどうします。特技ダメージプラス1を得る、並びますね。一体でも残ればオルゴデミーラで全熟できる。メラ、え、まさかここでワンタンキルとかないだろ。メラガイア2枚あったとしてもだよ。え、メラガイアが2枚あったとしても、いやさすがにね。されたらきついな、これ。メラミを私のリーダーに。うう
うわすげえ。行こうか。そうですね、まずテンション上げましょう。回復するぞ。でもう一回テンション上げましょう。回復するぞ。でグランドクロスの方がいいかな。これはグランドクロスで、グランドクロス、打てる手はないみたいな。どうなりますかね、これ。メラガイア入ってるかな。9点ダメージを確定で食らうとして、頼んだわよ。ランダムの8カス、グレートドラゴン。サオリクジャマダメだね。いやダメだね。これだね。ザキ、私のターンね。テンション上げるの忘れたけど、これは負けたかな。これは負けたかな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。